今回は輸入レモンの防カビ剤について、その安全性などについてですね、皆さんに正確な情報だけをお伝えしていきたい、このように思っております。輸入レモンですけれども、僕が今手にしているのはチリ産の輸入レモンですね。あとアメリカ産の輸入レモンも多いです。でこの輸入レモンには、防カビ剤がかけられているものが、多いです。なんで防カビ剤をかけるかといいますとね、長い距離をですね、長い時間をかけて、運ばれてくるので、それまでの間にカビちゃう可能性が高いんですね。ですので、防カビ剤をかけてカビないようにして、日本まで、遠路はるばる、持ってくるというわけです。で防カビ剤なんですけれども、このようにですね、袋に書かれています。これ見ますとね、TBZ とかイマザリルとか他にもいろいろ書いてありますけどもね、それで、袋に入ってる時はそうやって書いてあるんですけども、袋に入らないで単品で売っている時、この場合はその陳列棚のところに何か紙などに書かれてですね、防カビ剤が使われてますよということが必ず表示されています。輸入レモンにかけられているこの防カビ剤なんですけれどもね、食品衛生法に基づいて API というのが決められています。API というのは何かと言いますと、1日許容摂取量というものです。でこの1日許容摂取量、これはですね、その人がもう一生にわたってもうずっと毎日、レモンを、皮ごと食べても大丈夫な量なんですね。で日本に輸入されてくる、レモン、についてはこの ADI の中で、ちゃんとそれが守られたものしか入ってきていませんから、なので、大丈夫ということが言えるわけです。それではですね、ちょっとこちらのグラフをですね、ご覧いただきたいと思います。これはですね、横軸が摂取量、縦軸が、健康に、健康影響となっていますね。こういうふうになっています。ここですね、多くの動物実験の結果、健康に全く影響が出なかった量というのが、ここです。でこのですね、100分の1のところ、ここになりますね。これよりもさらに低いレベル、それが ADI というわけです。ですから、簡単に言うと、大丈夫な量のさらにその100分の1のレベルということですから、もう本当にごくごく、少ない。もうこれ、見るともうこれだったら大丈夫だなって納得できるかなと思いますね。説得とかありますよね、これだけ見るとね。ただこれはあくまでも動物実験ですよね。で動物実験をやって出てきた値、人間で実験してません。人間で実験はやっぱできないんでしょうかね。あくまでも動物の実験をした上で、でその摂取量ですね、ということです。ちょっとこれを見ていただきたいです。これはですね、防カビ剤、レモンにかけられている、防カビ剤の、毒性について、書かれたこの表ですね。一番上に出てるのはですね、オルトフェニルフェノール OPP、結構有名なこの防カビ剤ですね。これはですね、発がん性、皮膚腐食性、刺激性、目に対する重篤な損傷性があります。次はですね、2番目、イマザリル。これも有名な防カビ剤ですね。生殖毒性、特定標的臓器毒性、肝臓だそうです。次はチアンベンダドール。これも発現性、生殖毒性ありますね。で、アゾキシストロビン、これは毒性あまりないみたいですね。であとフルジオキソニル、これもやっぱり発がん性ですね。目に対する重篤な損傷性ということで、
結構あのこの防カビ剤なんですけれども、まあ、防カビ剤自体は結構危ないものですね。危険なものですね。これは事実です。次にですね、この防カビ剤なんですけれども、まあ、消費者がお店でこれを手に取る時点、まあ、僕が今こうやって持ってるこの時点でもちゃんと聞いてないとしょうがないんですよね。遠路はるばる海を渡ってですね、日本まで運ばれてきて、で売り場に並んで、まあ、その時点でかびちゃったら元も子もないですから、まあ、ある程度ちゃんと聞いてるわけです。ですから、まあ、あのそれなりにその防カビ剤残ってるわけです。でそれともう一つ、じゃあ洗えばいいんじゃないの、まあ、あのサイトでですね、調べますとね、この防カビ剤を洗う方法がいっぱい出てます。ただですね、この防カビ剤なんですけれども、まあ、あのこれを見ていただくと分かるようにですね、これはですね、イマザリルですね、先ほど出ましたね、防カビ剤イマザリルを洗ってその残留率を出したものなんですね。はい、これ見るとね、まあ、一番あの残留率が少ないものは水洗いですね。それでも大体 47.6% ぐらい残っちゃってる、半分ぐらい残っちゃってるわけです。さらにこの防カビ剤なんですけれども、皮だけじゃないんですよ、実は中までいってるんです。なぜ中までいくかというと、まあ、そのぐらい中までいかないと中がカビちゃうこともありますからね。ですのでちゃんと中まで効いてるわけです。ですから、まあ、洗うと、まあ、取れる、まあ、多少取れるけど、まあ、半分ぐらい残っちゃってますし、まして中まで行ってますから、中洗っても取れませんからね。ですのではっきり言って洗っても無駄です。はい、それではですね、ここまでお話ししてきましたことを、この後まとめていきたいと思います。まずでは一つ目、この輸入レモンですが、ADI 1日許容摂取量というものが決められていて、その範囲内のものしか日本には入ってきていませんから、食べても大丈夫、一生涯毎日ですね、皮ごと、極端な話で洗わずに食べても大丈夫ということになっていますが、ADI というのは、動物実験で、調べたものですね。人間で実験してません。科学的には大丈夫ということですが、まあそこまでですね。輸入レモンにかけられている防カビ剤、これは明らかに、毒性があります。防カビ剤はあの中まで浸透しています。あの微量ですけれどもね、輸入レモンの防カビ剤を落とす洗い方などが、サイトでいろいろ紹介されたりしてますね。洗ったとしてもだいたい半分ぐらいはもう残ってしまう、ですから洗うという行為、これは、まあ、気休めにしかならないと。まあ、今日はですね、輸入レモンの防カビ剤、本当に安全なのということでやってきました。はい、まあですね、あの今お話ししましたように、あの、まあ、安全だけど、と言われてるけど、まあ、実は毒性があると。あの、まあ、これは輸入レモンですけれどもね、まあ、これをあの食べて安全とは言われてますが、でも明らかにあの発がん性のあるものとか、接触毒性のあるものを、口から体の中に入れる、まあ、微量ですよね。微量ですけれども口から体の中に入ることはこれはもう事実ですからね。まあ、それをですね、まあ、そういったことを、よく、理解していただいてどうするかなというのは、皆さん、ご自分で賢い判断をしていただければなと、そのように思います。はい、ということで今日は最後まで見てくださいましてありがとうございました。まあ、その食の安全のですね、ことで、まあ、いろいろな情報が流れています。その中でですね、まず、情報をですね正確に、まあ、捉えていただいて、で、賢い判断をしていただくことが大事じゃないかなと、まあ、思いますので、まあ、またそういったことをですね、この、チャンネルでは
やっていきたいなと思っております。ですのでまた見に来てやってください。じゃあまた。